わし座は大神ゼウスが変身した姿を表しているとされています。ゼウスはそもそも変身が得意で、さまざまな動物に化けて美女のところを訪れることが多いのですが、今回はちょっと様子が違いまして、なんと人さらいをするために変身をしているのです。そのターゲットはトロイア国の王子ガニュメーデース、現在では水瓶座になっている人物です。ガニュメーデースが未成年だったので、神の世界にさらってきて酒盛りの給仕役をさせようということだったのです。その代わりにガニュメーデースは永遠の命と若さ、トロイア国には神の馬が授けられたそうです。これが代償として釣り合っているかどうかは人の感性によりますけどね。またマイナーな説ですが、このワシはゼウスが扱う弓を運ぶ役目を持ったワシであるというものがあります。どちらにしてもゼウスが直接関わるある意味神聖なワシ、それがワシ座。